皆さんこんにちは。今回もですね、スプラックスネットプレイングサッカー、これを使ってですね、戦術原口ですね、サッカー日本代表を使った戦術原口、これを、仮想シミュレーションでやっていきたいと思います。以前原口を使った時にですね、攻守にわたってかなり良、かったので、それをまたフォーカスしてうまく再現できたらなと思います。またゼロバックシステムやりますね。でですね、他にポジションの制約はないんで、日本代表の新旧織り交ぜたフォーメーションにしたいかなと。原口、ここで使いますね。右のセンターみたいな感じで。守備、ディフェンス面ですね、特に。ウィンガーとして、もう、この献身性は世界でもあまり見ないぐらいの素晴らしいものがあるんで、はい、特にディフェンス面で活躍してくれると思いますね。で、乾は使いますか。で、中島も使いたいですね。あとどうしますかね。本田入れますか。結局、香川。で、まあ、長谷部で使いますか。また。遠藤航選手、ちょっと下がってもらって。はい。ああ、これでどうですかね。この、右の形でちょっとやってみたいかなと思いますね。カルテットですね、また。はい。相手、韓国に設定しましたよね。韓国、ソン・フンミンいるんで、以前、右から攻めちゃいけない。って言ったんですけど、多分大丈夫ですね。はい。あれ、パスが悪いな。香川か。はい、ソン・フンミンちょっといますけど、まあ問題ないですかね。なんだ、すごい走ってんな、乾は。あれ、なんか、乾が聞いちゃいましたね。今、カウンターになってましたか、ちょっと。はい、原口を、はい、あ、ちょっと失敗。原口にハイプレスやらせたいですね。えい。下げてくれ。わ。うんうん。ああ、いいシュートですね、原口。ああ、原口の特徴はやっぱなんといってもディフェンスなんですよね。あ、もうそこ、一人で切り返して決めちゃいました。はい、ここですね。ハイプレス、このプレス非常に速いですね。はい。原口がいるサイドはもう、サイドバックが2人いると思った方がいいかと。ベルギー戦でも、ワールドカップ2018のベルギー戦でもですね、もう、右のサイドの守備陣はすごかったですね。ベルギーの左サイドに当たりますが、あんまり攻められなかったですね、だから。世界トップクラスのチームが相手でも、原口がいるサイドはなかなか攻めがたいということだと思います。それぐらい影響力のある選手で、ぜひ日本代表で使ってもらいたいですね。2022年も。はい。原口は27か8くらいですね、きっと。なので2022年も十分いると思うんですけど、そこでまたブレイクしてくれるんじゃないかなと。サッカー選手、だいたい30歳前後が全盛期というか、一番脂が乗る時期ですね。体のキレは20代が強いんですけどね、経験値上がってくると伸びる選手多いですね。はい。なんかいまいち攻めが決まってないな。喋ってるからか。えい。あら。特に吉田選手とか佐川博樹選手なんかすごい成長しましたよね。海外の一部リーグでやるとやっぱり成長の度合いが著しいですね、本当に。はい、2-0 ですか。もうちょっと原口を使いたいな、せっかく。あら。えい。よし。あ、やばい、ちょっと。わ。もう一回。柴崎ミドルありますね。あら。うまくブロックされちゃいました。今みたいなシュートに対してぶつかったアクションが入ったとき、このゲームだとブロックの能力値が発動 してる感じですね。えい。こんなキック力あるけど、そこまでミドルシュートは入んないかもしれない。いやー、あ、やっぱこのパス回しが日本代表の、長所ですね。強みですね。韓国に対しては、うん。えい。えい。はい、これ入るね。入るよね。あ。
韓国、やっぱ、あ、クジャチョルもいいのか。まあ、今では、日本の方がね、チーム力は上だと思うんですけどね。これだけタレントが出てくれば。ただ、ソン・フンミンみたいな、やっぱ大陸系の選手は肉体が強い選手いますね。日本にはあまりいないタイプですよね、ソン・フンミンと。あ、間違えた。だから韓国からすると、柴崎タイプは本当にいないみたいですね。あと遠藤ですね。昔の遠藤航選手じゃない方のガンバの遠藤選手。そういうタイプは日本独特ですね。原口が聞いてない。あれ、中島になっちゃった。女のシュート。もう一試合いきますか。ちょっとこれじゃあ、攻撃が消化不良になってる。まあでも韓国の攻撃がもう、やっぱりソン・フンミンが効いてこないとダメですね。相手変えますか。まあ3-0で勝ちましたけど、ちょっと、乾が効いちゃってましたね。なんか、左サイド。乾、ウィングに配置しなかったんですけど、中央でボールもらっても十分仕事できますね。それは強いですね。まあ、オーストラリア行くか。また同じフォーメーションで。オーストラリアは、まあ選手知らないですね。あんまり、ケイヒルぐらいしか、あんまり知らないですけど。まあアジアカップでも最近はちょっと低迷しちゃってますね。ああ、ここが甘いな、やっぱり。中央がちょっと腹打ちですね、しかも。つけきれなかったですね。オーストラリア。オーストラリア高さはあるんですけどね。やっぱり最近ポゼッションサッカーをやりだしたんですけど、技術だと、特にパスの技術だと日本の方がだいぶ上ですね。ポゼッションサッカーをやりだしてだいぶ、まあ日本にとって苦手じゃなくなったというか。パワープレイが怖いですよね、やっぱ。いいね、ここからのシュートありますね。あ、入んないか。ここがチャンスです。原口がいるんで、原口でカットして、原口で終わると。これですね。今、原口が一人で決めましたけど、守備から攻撃、カウンターまで、全部一人でできるというのが原口の強さですよね、本当に。いや、ダメか。お、ケヒル。あれ、やっぱりこのフォーメーションだと日本はディフェンスに若干不安があるのかな。原口、外れた。決めてほしかったけど。ここにいますね。ボールタッチあるんで、今みたいな。この角度も原口、ベルギー戦でも決めましたけど、得意ですね。強さがありますね。で、プレスしてからの、取りましたね。すごいな。これですね、原口の良さは。で、一人で持ち込んじゃいますね。で、シュートまで行っちゃうと。やっぱりディフェンス陣ですね、特に。効いてますね。原口、本来は、左サイドの方が得意で、右サイドになると攻撃力というかドリブルの動きがだいぶ違うんですけど、だいぶ落ちるんですけど、それでも使いたくなるぐらいのいい選手ということですね。十分世界に通用する、特にワールドカップみたいな試合なら通用する選手だと思います。4-0ですか。またこれ原口にプレスさせますね。早いですね。で、ここで取れますね。これが見たいんですね。原口で取ってカウンター。右サイドからカウンターと。悪くないですね、これなら。大丈夫かな、中央。ここを押さえたい。ダメかもしんない。大丈夫でした。やっぱりケーヒルが怖いですね、オーストラリアの。原口が引いて戻って、これ中央空いてますね。
今の原口の組み立てから始まりましたけど、これも原口。はい、このプレスですね。ハイプレス。で、取れて、カウンター成功という感じですね。わ、大迫。わー、オーストラリア逮捕できた。大迫がすごい。ワンタッチでかわしましたね、今。うまいな、やっぱ。今度最強メンバーも考えてみたいと思いますね。最強メンバー？うん。そうですね。今のところやっぱり原口乾が一番効いてますか。あと大迫か。わ、うまい。はい。うまいドリブルですね、今の。原口、大迫もそうですけど、運動量が90分通して落ちないんで、オフザボールの動きも、大迫なんかも90分ずっと繰り返してるって言ってましたね。だから相手ディフェンダーにしたらすごい、そこも嫌みたいですね。また、長友か。この、インテンシティの高さ、日本の一番の長所ですね。実際。これ決めますか。はい、あら、正面行っちゃった。柴崎。もう一点決めたいな。はい、あ。これがね、やっぱクロスが一回も入ってないですね。高さはないんで、日本は。このヘディングになっちゃったらダメですね。オーストラリアにはかなわないと。まあ、そういうわけで8-0ですか。はい。オーストラリアの方がやっぱり日本の攻撃ハマりましたね。というわけでですね、今回原口を右サイドの真ん中寄りに配置して、このフォーメーションですね、強調するようなフォーメーションやったんですけど、やっぱり攻守にわたって非常に効いてましたね。ボールを奪う動きもそこからのカウンターも原口が一人で全部やってくれるという感じでですね、非常に重要な選手かと思いますね。まあ、ただ、あまりボールを決める決定力みたいなのは、乾の方がだいぶ上だと思うんですけど、それでも組み立ての段階で非常に有用な選手なんでね、ぜひ使ってほしいなと思いますね。まあ、そんなわけで今回は、戦術原口ですね。原口の良さを紹介するような、はい、動画になっちゃいましたけど、はい、これで終わりたいと思います。